そうですね、まあ、自分自身が教員としてどういう役割を果たすべきかっていうことを、まあ、常々意識はしているんですけど、授業の、に必要な、公式だったり問題の解き方の説明っていうところは、非常に、大切にしています。分数列のポイントはもうここに出てますね。こういう感じです。表です。それって言葉で言うと、ね、どういうふうに表現できるのか、図に書くとどうなるのっていうようなことをかなりしつこく言いますが、まあ、数列といえば皆さんによくお伝えしましたが、分式図じゃなくて分式、子どもたちの中にやっぱりたくさんのハテナとか驚きをやっぱり少しでも授業の中に持たせたいと思っていて、一通りの回答に、固執させたくないっていうのがあるんですね。